アザラシです。第7回アザラシアナリティクスの時間とです。どうも皆さんお久しぶりです。いやもうこの新年明けてからの動画の上げてなさっぷりよ上げてなさっぷりよ。どうなんすかね。もしも自分が事務所に入ってたら怒られてしまうわ。アザラシ保護管理センターから通達が来てしまう。保護管理局からもっと動画を上げてください、さもなくは食糧難に陥りますよって。本日の魚の量3本とかなんでしょう。いつも10本ぐらい食ってるきっとな。ですね、まあちょっとね忙しい。来週再来週ぐらいまでかな。再来週の半ばぐらいまで、まあテストがありましてですね、このテストを突破しなければならないね。フラフラしてても突破しなくちゃいけない。なんならいい点取りたい。そのためにね、遊んどる場合じゃないんですわ。ゲームをしとる場合じゃない。取りだめた動画を上げることはできるけどもね、遊んどる場合じゃないっていうことでね、ちょっと今はまだそのテストの真っただ中ではないから、余裕があるからこれで一つ撮って、2週間先まで動画撮らないってなったら、1ヶ月の間に上げる動画が下手したら2本とかになるわけで、それはまずいだろうっていうことで、今この取り急ぎ新しいアナリティクスを撮ってるわけでございます。久しぶりにね、第7回っていうか、このタイミングでやらなかったらもう上げる機会ないよっていうね。1年間、2018年のね総括をしようと思ってましてですね、2018年のね、それをする機会はいつまでも訪れないままダラダラと過ぎてしまうぐらいなもんで、それは良くないなと。性別該当なし、どういうことなの。これ絶対間違ってるよね。男でも女でもない別の生き物が見ている。まあそういうこともあるかもしれない。まあ見ていきましょう。久しぶりです。アザラシアナリティクス時代超久しぶり。どんな風な流れだったかお前覚えてない。とりあえずリアルタイム見るとね、なんかね、よくわかんない。昨日のね、2時とか3時の間になんか再生してくれてる人がいるらしい。ということだけがわかる。何が再生されてるのかなーって見ると、まあ、最近のやつじゃなくて、ここの期間でよく再生されたやつっていうのを見ると、まあやっぱ90秒ドリングがすごい伸びてますね。これ不動の90秒ドリングになっちゃってますけど、早くこの別バージョン上げなくちゃなって思いつつできてない。そういうところ良くない。で、まあ、野球つくかな、あとは。あとは野球つくかなって感じ。でも、動画上げてないんでね、上げてないからちょっと不思議な現象があったじゃないけども、ハウツー系がまあ、モコモコの可愛いかはともかくとして、ハウツー系とか、この時期だからだか知らないけど、ちょっと音が大きいな。これぐらい。甘髪が伸びてる。甘髪やりてえな。で、あとは、お絵描き系とかね。あと、やっぱ甘髪か。甘髪が伸びてますね。チェンムもちょいちょい。これだけ伸びてますね。まあ、この手の動画のいいところは、昔やった動画もね、この手の動画で、この手の活動のいいところは、その瞬間じゃなくて、昔のやつもこう見てくれる人がいたりしたりするもんだから、いいよねっていうことです。いいねっていう。いっぱい上げててよかったねっていう。しかし、だが、年間再生数4万時間とか、4000時間とか、再生じゃねえな。チャンネル登録者数1000とかにはもう果てしなく遠いけど、もうっていうね、もうっていう。動画じゃねえ。なんかね、このね、ゴジラジェネレーションのやつが、著作権保護されたコンテンツが含まれているって出てるんですけど、なんなら全部著作権保護された動画を、ゲームをやってるつもりなんだけど、よくわからん。時々そういうの引っかかったりする。ゴジラの BGM とかよくないかもしれんね。そして、まあ、1年間の振り返り、まあ、1ヶ月はこんな感じっすっていう感じでね、なんか、全然上げてなかった割には伸びてもないし落ちてもない。ただまあ、前月比で見ると 30% 落ちてるとかっていう、まあね、前月、11月からの間は結構、なんか伸びてる期間があったんでね、それを見るとまあ落ちてる。全然ガツンと落ちてるんだけど。ガツンと落ちてる。だけど、上げてない割には言うほど落ちてないなという感じです。はい。さあ、過去28日ではなく、過去1年間で見てみましょう。1年、今年、去年、昨年、2018年、2018年果たしてどうだったのか、これが今回のアナリティクスの
2018年の総括をね、今やっていこうかなと。そういうことで、そういう塩梅でございます。さあ、どうでしょう？どうでしょう？ね。細かすぎてよくわからん。この状態じゃよくわからん。ということで、こうしましょう。総再生時間13万分。13万2634分ということでね。ここがね、最近ね。ここがあの年末、このあたりあんまり上げてなかった期間。この辺がね、うなぎ登りだった。実は結構。ここが今年の1年で。で、こう見ると、まあその、去年1年で見ると、やっぱ焼きつく動画がすごく伸びたなって。焼きつく動画で牽引してたけど、まああとはドローイング、YouTube ドローイング食い込んできてっていう感じ。焼きつくなんで上げたのは去年の去年だから、一昨年だよね。うん。ただまあ、動画チャンネル的にはね、なんかね、ちょっと上がり目だった。この辺りにかけて。去年の秋口ぐらいにかけて。でもまあ、この辺も良かったけどね。ここでもその過去最高の再生時間が起こったりね。1日に23分も再生されて、1日に1日分再生されたとかね。まあ、そんな感じでね、去年割とまあ動画が、こうではあるけど、伸びてたかなっていう感じでした。ただね、焼きつくはもう終えちゃったからね、どうするかなって考えてます。また焼きつくやった方がいいのかなっていう。また焼きつくやった方がいいのかな。本当はあの、ね、桜大戦を伸ばしていきたかったんだけど、桜大戦あんまりねっていうね。高評価125件。誰が125も高評価を。代わりに低評価は29件。チャンネル登録者数が1年間で46人増えたそうですよ。素晴らしいですね。1年で46人ということは、チャンネル登録者数が1000に行くまではあと、1年で46だからあと約20年かければ。あと20年かければ、チャンネル登録者数が1000に行って、またその推定収益がまたいくらかもらえるようになるかもしれない。遠いわ。それは遠いわ。できれば今年中に100、いや、200ぐらいを行っときたいね。今、チャンネル登録者数が81人でしてですね。いやー。ね。伸びたり下がったりする。なんか動画パンパン上げてると、チャンネル登録を解除する人がいるんですね。それすごく悲しいから、むしろ上げない方がいいんじゃねとかと思ったりもするけれど、うん、まあそれは悲しいから考えないでしょう。前年、もっと全期間とかで見てみると、全期間で見るとね、読み込みにすごく時間かかるんでね、ちょっとこの間時間潰さなくてはいけないんですけども、全期間で見るとね、やっぱここのすごい上がり目だよな。こう見るとすごく上がってる。まあ、平均とかあんまり参考にならんけど。視聴回数とかでも見てるのね。うん。すごく伸びてます。全期間で81人。ね。まあ、頑張っていきましょう。頑張って、この波がこうなりはしないとは思う。こうなってはいかないとは思うけれども、頑張っていこう。うん。このね、白い部分がね、気になるね。白い部分がなくしていきたい。白い部分をなくしていく。それが大事。その見てない週をのぞいていくというかね。こう全期間で見ると、やっぱ焼きつくが今一番再生時間稼いでるのかな。視聴回数で見るとね、一番はこの SDGO テクニック講座9クイックショット編ってやつなんですけどね。それを抜いてしまう勢いだな。視聴回数で言うと、ほ、え、面白いなこれ。見ると、視聴回数はこっちは1万5000で8000分なんだけど、こっちは2246で1万3000分という。あ、そしてあともう少しで焼きつくの第1弾が、一番初めに上げた焼きつくのやつが、ドリキャスのやつが、ね、これがもう少しで4000再生になりますね。多分今年中に5000再生には行くんだろう。そしたらこれが1万再生とかの動画になるわけだ。ドリキャス実況の第1弾じゃなかったかな、焼きつくが。そういう意味では先見の明があったかにゃ。はい。まあ今年はまあ忙しいですわ。あともう1週間、2週間ぐらいは。それが終わったらね、まあまたちょっとずつ上げていこうかなと思うんですけども、しかしながら、なかなかコンテンツをこう創出できないというか、
なんか面白いマグネチック牛乳みたいな面白いゲームないかな、アンドリキャスに。多分探すのはわけわからんゲームいっぱいあるんだと思うんで、それを発掘していこうかなと思いますけども。いやー、最近メディオに行ったら全然ドリキャスのコーナーのドリキャスがなくて、ソフトがなくて、愕然としてた。メディオで買うのが一番安上がりなんだが、まあしょうがない通販とかで探すかな、ってなことを考えております。ということで、まあ引き続きまた動画を上げていきますが、まあドリキャスはゲームはドリキャスを中心に、まあドリキャスを上げていくかなって感じ。ドリキャスを中心にドリキャスのゲームを上げていくかなって感じですね。それ以外の動画上げてもね、なんかブレちゃうしって思っちゃうんで、しそれと、まあまた別になんかその辺の風景みたいなのあ、カワウがいたみたいな、あ、魚がいたみたいな動画も上げていこうかなと。あと、ハウツー系ね。ハウツー系を頑張ってあげていきたいかなと思います。ギンプのね、ドローイングみたいなやつも、まだまだ中途半端に終わってるんで、あれもしっかりやっていけたら。この辺なんてね、3とか、視聴回数3とか、1とか、10とか、そんなところからさ、いきなりこの辺で200とか行くわけだよ。うん。この活動を続けていって、なんとかね、収益化まで持っていきたいけどね、果てしねえな、道のりがな。果てしねえな。この推定収益の収益がもうちょっとこうね、ちょっとでもいいからくれたらさ、あったらさ、モチベにもなるんだけどさ、この再生時間だけをモチベーションして頑張っていくっていう、このね、修行のような日々を、修行のような動画を上げていきます。うん、まあ1年間のっていうか、全期間で見ちゃいましたけど、1年間で見てもまあ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 かな。ちょっと年末にかけて下がり落ち目だったけども、また何か役作る的なやつも やりたいな。つくあそとかやっていこうかなと思います。うん。うん。ということで、まあ、アザラシアナリティクス第7回、悲惨な最近の1ヶ月の状況というほどでもないですが、割と悲惨かな?今月の再生数、4922。今月っていう縛りだからちょっとよくないな。過去。ダメだな。な、1から17日になっちゃってるもんな。1ヶ月単位じゃないもんね。こういう感じでした。12月はこんな感じ。ね。はい。今月と先月しか見れないかな。でもアナリティクスもね、うん、本当は1ヶ月ごとに上げた方がいいんだろうなと思いつつね。動画の設定がめんどくさいなと思いながら上げられてないんですわ。まあ、そういうめんどくさい部分をちゃんとモチベーションに変えていってやっていくと。せっかくチャンネル登録してくれる人がいるのだから、そういう人に対してはちょっとでも面白いものを届けていきたい、そういう気持ちでね、まあやっていこうと思います。それではこの辺で、多分この2週間ぐらいは面白いものは何もあげられないとは思うけれども、なんとかチャンネル登録を解除しないでいただいてね。そしたら春休みになるんで、春休みになったら面白いものあげるんで、はい、こういうわけで、ほなまた。